はい始まりました。企業明細チャンネルです。毎日投稿してるのでチャンネル登録・高評価お願いします。今回は佐賀県の、えー、警備業の正社員21年目46歳の方の企業明細です。仕事内容は警備業、かっこいいや家計で、えー、必要な資格やスキルは特になし勤務時間が1日13時間の残業なし収入が年収で310万、えー、警備員になりたい方へのアドバイスとしては他人とあまり合わないので1人がいい人には向いていると思う。 実動時間は半分以下なので仕事自体は楽で、えー、給与明細で本給22万1000円時間外いてあって4万4500円、えー、総支給が26万5500円そこから控除が引かれて手取りが22万4780円となっています、えー、今回は佐賀県の警備業の方の給与明細でしたまあ、えー、夜景ってことで多分夜に勤務されてるんですけど 焼き手当とかはないですね。で、まあ、えー、人と関わりたくなくてこれだけ給料がもらえるなら、まあ、まあ、自宅警備されてる方もこういった仕事をしてみるのもいいのかなって思いました。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価、お願いします。